皆さんこんにちは。今日はですね、面白いことをやろうと思います。メトロノームに合わせてご練習をする、ごリズムを刻むという練習は、非常に重要なことです。しかしですね、ただ、一定のテンポを刻むメトロノームに合わせて練習するだけでは少し面白くないのではないかと思いまして、今日はですね、このコンピューターの MIDI を使って、テンポが変わるメトロノームに、リズムを合わせるという練習ですね。まあ、これができたからといってアンサンブルが上手になるかどうかは保証しませんけれど、何かの役に立つかもしれません。私がいくつかの例を出して最後に、このミディだけ録音しますので、皆さんもですね、これを使ってですね、いろんなことを試してみたらいかがでしょうか。それではですね、まずは、オーソドックスに3連符の刻みをこのミディに合わせて練習してみます。次は、裏打ちの練習をしてみましょう。それでは次はですね、難易度の高い練習に移っていきます。タッカのリズムですね。リズムが速くなってもこのタッカのリズムが崩れないように、チャレンジしてみようと思います。Thank you.
ゃあ、ミディだけ録音させていただきますので、皆さんもいろいろチャレンジしてみてください。